魚雷肉公案は特殊選考艇、別名公表的の開発につながった。最終階級は海軍大佐、佐賀県士族の出身である。父の横尾義武は佐賀中学教員や佐賀高等女学校校長などを歴任した教育者である。理由は予備校を経営していた時期があり、その生徒の一人が横尾の同期生となる百武言語であった。 百武三郎、百武春吉、そして言語の妹は旅行の妻となる。1899年、海軍兵学校に入校し、1902年12月に30期を卒業。赤字は注意であった。海軍将尉に任官し、旅行は日露戦争に出征する。日露戦争旅行は旅順港の閉塞に従事する。 魚雷を動力としたイカダに機雷を搭載し、旅順港に向かったが、ロシア軍の迎撃を受け断念している。伊藤正則によれば、旅行は、魚雷を抱いて、旅順港内に潜入する案を持っていたという。初、ノブの航空は不明であるが、旅行は、高4級に除されている。水雷、旅行の同郷人で、公表的低調として、真珠湾攻撃で戦死した、広明。 中一時代には、日本海軍の初期の潜水部隊である潜水艇隊で、艇長を務め、大尉時代に、水雷学校高等科6期に進み、主席で卒業した。ついで海軍大学高校講師11期に学んでいる。横尾は、水雷専攻の士官となったが、明治から大正にかけての海軍魚雷射法は、理論的な進展を果たした。この進展に貢献した人物として、鈴木貫太郎、 桑島正蔵、大谷光志郎・光ウシロウ、ヤスミ・サ時は竹森などが挙げられるが、横尾も、立秋次郎と共に、松山・シュが宣弁をつけた水来社法への、高三学、五差学の導入に努めた。横尾らの研究は後に、水落高五郎が完成している。第一艦隊参謀、水来学校での勤務などを経て、1 9 2一年十二月に、軽順洋艦 天竜艦長に補いされ、翌年にはシベリア出兵からの撤退に伴い、沿海州の警備を行った。12月に退命となり、翌年予備役編入となる。1931年に正規した満州事変は、日本に国際関係の緊張をもたらし、海軍に対しては内部、外部から諸種の検索が行われた。この際予行が提案したのが、魚雷肉公案である。 この提案について、福井志蔵は、魚雷を人間が操縦して、必中を期するものとしている。また、勝目淳也は、非発見防止のため先行可能な、高速魚雷搬送隊、魚雷発射のための魚雷と説明している。管制本部、第二課長の岸本兼次は、予行の提案に着目し、特殊先行艇の開発につながったとされる。戦手総書も、 同様の立場を取っているが、公表的の着想については、イタリア海軍の影響や民間の潜水機などを挙げる論者もいる。なお、太平洋戦争で使用された特攻兵器、回転の開発経緯については、黒木博西名関男の他にも、畜間、中造、大見誠などが人間魚雷を発案しており、また、海軍中央の関与も指摘されている。 開店の開発に旅行の発案がどのように影響しているかは不明である。1932年8月、前任市長が佐賀市長社全省のため隕石辞任し、旅行は佐賀市長に選任された。旅行の在任は一期4年間であり、この間に市長者の再建を行っている。シエバスの開業は旅行の退任直後であった。妻の名は元であるが、 吉住会員名簿には別名が記載されており、妻が改名したのか、あるいは横が再婚したのかは不明。日露戦争で実戦に従事した遺憾は、通常校五級に助されており、四級は戦死した遺憾と同様である。司令長官は、藤井角一、参謀長は山中柴義、同僚の参謀に山本栄英介英などがいた。ありがとうございます。